日本対アメリカ、この試合の模様をお送りいたします。日本の先発は右の大谷、アメリカの先発は右のタナ、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターはイアン。第4球を投げます。打ったいい当たりだ、センターへの打球、センター前ヒット。第3球を投げました、打ちました、掴みました。第2球一塁ランナーが出た、キャッチャー二塁へ送球、タッチしてアウト、盗塁失敗に終わりました。さあ投球は5球目、投げました、外れました、フォアボールです。バッターは4番ノーマン。一塁牽制球を送ります、タッチセーフ、投げた、打ちました、フラフラッと上がった打球はセカンドフライ、取りました、これで3アウト。1回の裏、日本攻撃に入ります。トップバッターは青木、投げました、アウトローへストライク、変化球にキレがあります、投げました、打ちました、クロフォード。第6球を投げました、打った、これはサード真正面、一塁へ送る、アウト。バッターはピッチャー大谷。第2球投げました、打った、レフトフライ、飛距離は出ている、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。第3球を投げました、163キロ直球、投げました、打ちました、ショートが右、一塁送球アウト。今季は3球目、投げた、ストライク、空振り三振。追い込んで第3球を投げました、打った、痛烈な当たり、レフト前ヒット、クリーンヒットです。坂本ナイスバッティングです。初球ストライクからランナースタートを切った、二塁送球はどうだ、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。第3球を投げた、見逃しの三振。追い込んでから投げました、打ちました、フラフラッと上がった、菊池落下点に入った、取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って、いや投げました、来たー、行ったー、入った入った、ホームラン、先制ホームラン。失投だったでしょうか、完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。第6球を投げた、アウト、高めいっぱい、見逃し三振。3回の表が終わって1対0、アメリカまずは先制しています。日本この回は2番からの好打順、トップバッターは菊池。第4球を投げた、打ちました、左中間へ持っていきましたがヒットになります。ボールはセカンドへ、タッチはセーフ、二塁はセーフ、ランナー一人を置いて迎えるバッターは筒香、ジャストミート、抜けた、センターバックホーム。バッターは5番中田、大きな声援が届いています。第4球は打った、左中間のフライ、掴んだ、三塁ランナーはタッチアップ、レフトへの犠牲フライ、アメリカ追いつかれました、1対1。バッターは6番坂本。第9球投げました、初球から打ってった、ライト前進、掴んで、これで3アウトになります。最後はいい守りを見せてくれました。4回までが終了しまして1対1。投げました、投げた、外角低め、投げました、アウトロー、空振り三振。次が4球目、アウトコース低めいっぱい、スライダー、空振り三振。今日はフォアボールと三振、投げた、初球を打った、坂本ボールを掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。結局一塁残塁です。6回の表が終わって1対1、現在同点です。バッターは4番筒香、今日3打席目。第9球、初球打った、ライト前ヒット、クリーンヒットです。さあ本球は5球目、打った、ワンバウンドヒットになった、ボールは中継、カウントはワンボールツーストライクです。投げた、
しました。センター落下点、取ってこれで3アウトチェンジ。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。トップバッターはノーラン。今日はセカンドフライとキャッチャーフライ。第5球投げた、三振。まずは先頭バッター三振に仕留めました。第9球投げました、ボール。第2球投げました、アウトコース、外れてボール、カウントはツーボール。第3球を投げました、決まった、ストライク。次が4球目、投げました、打った、これは強烈、いったー、一直線、入った入った、ホームラン、ソロホームラン、ストレートを完璧に捉えられました。素晴らしい一発が出ました。投げた、打った、菊池、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。投げた、打った、バットが折れました、秋山、落下点に入った、取りました、これで3アウト。7回の表が終わって2対1、アメリカ1点勝ち越しです。第3球は打った、バスター余裕があります、ファウルグラウンド、キャッチしています。第9球ボール、これは完全なボール球。投球これから5球目、投球はこれから3球目、高め、ボール球打った、打ってアウト、3アウトチェンジ。大谷降板、左の松井、今日2人目のピッチャーとして登板です。第4球を投げました、打ちました、おー、落下点に入った、ファウルグラウンド、ボールを掴みました。第4球を投げた、打ったに当たりが入るか、入るか、ヒット、いいバッティングを見せました。ここまで2安打のイアン。第9球投げた、初球空振り、肩越しにランナー見た。第2球投げた、直球決まってストレート、追い込んで投げた、外角高め、空振り三振。イアン、全くタイミングが合いません。投げました、サークルチェンジ、見送ってストレート。二塁へ牽制を送ります、二塁タッチはセーフ、ボール、インコース低め、カウントはワンボールワンストライクです。第3球を投げました、打ちました、痛烈、いった、一直線、入った、入った、ホームラン、ツーランホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった、変化球を完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。第4球を投げました、打ちました、レフト前進、これは平凡なレフトフライ、掴んでこれで3アウトになります。8回の表が終わって4対1、アメリカ貴重な2点を追加しています。カナ降板、左のミラー、今日2番手としてマウンドに上がります。第4球を投げた、流し打ち、サード左への打球、アウト、投げました、これはかけた、ノーマン下がっていった、ファール。第7球を投げました、あっと引っ掛けた、フラフラッと上がった、ショート取りました、ピンチヒッターは鈴木。第9球投げました、外側奪ってストライク、いきなり151キロ。第2球投げました、アウトコース高め、ストライク、もう追い込んでいます。第3球を投げた、打った、レフト前に出る、これで3アウトチェンジ。松井降板、右のキラン、今日3人目のピッチャーとして登板です。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターはノーラン、今日はここまで3打数ノーヒット。会心の当たり、ショートから一塁送球。第6球は打ちました、レフト落下点に入りました、レフト取りました。第3球を投げました、打ちました、バットバットが折れた、菊池バットしていった、取りました、これで3アウト。アメリカわずか3人で攻撃が終わりました。9回の表が終わって4対1、ミラー降板、そして最後を締めるのはルー、今
3番手としてマウンドに上がります。9回の裏、3点を追いかけます。日本攻撃に入ります。この回の先頭バッターは筒香。今日はここまで3打数2安打。第2球投げました。ボール。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました。ストライク。第4球を投げました。これはバットの根元、噛みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番中田。今日4度目のバッターボックス。第9球投げた。見送ってストライク。第2球2球目空振り。これで追い込みました。投球は3球目投げた。外へ逃げるスライダー、空振り三振。ルーク3球で仕留めてみせました。投げた。見送ってストライク。第2球投げた。2球目ストライク。さあいよいよあと1球。追い込んで投げた。外角外れてボール。カウント1ボール2ストライク。第4球は打ちました。引っ掛けた。1塁送球アウト。試合終了です。日本悔しい敗戦です。